マを踊るのと、NMB さんと HKT さんとイコールラブさんの歌を歌いたいと思います。コンピ来てくれてありがとう。ちょっとカメラが遠いのでね、コメントあれの撮れたらごめんなさい。かわいいね、カイさんかな、カイさん来てくれてありがとう。今日はもうちょっと経ったらネモハモルーマーを踊ります。なのでちょっと待って見てくれると嬉しいです。初音の方来てくださってありがとうございます。大阪府在住の高校1年生15歳のイラピョンポテナです。現在 AKB48 さんのオーディションに参加中で、現在5位で3位までが4次審査に進むことができるので応援してくださると嬉しいです。日給さん、明けましておめでとうございます。髪型かわいい、ダンスだ、ポニーテールです。ダンスやってみれる、ありがとう。酒かすの限界を思うか、呼んで。見えないな、15か、15です。15な、中学生に見えますか何歳に見えますか。みんな来てくれてありがとうございます。もうちょっと時間が経ったらネモハモルーマン踊ります。初見の方来てくれてありがとうございます。大阪府在住高校1年生15歳のイナピョンコテイナです。現在 AKB48 さんのオーディションに参加中で、現在5位で3位までが4次審査に進むことができるので応援してくださると嬉しいです。イナピョン頑張る、ありがとう。15歳なのにしっかりしてる、ありがとうございます。カズさんフォローしました、フォローありがとう。星投げてくれてる方とカウントしてくださる方ありがとうございます。1周と50カウントお届けしました。無音なんでスクショピースください。どうぞ。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとう。初訪問の方来てくださってありがとうございます。大阪府在住高校1年生15歳イナピョンコテナです。現在 AKB48 さんのオーディションに参加中で、現在5位で3位までが4次審査に進めるので応援してくださると嬉しいです。スクショ欲しい。初訪問の方みんなありがとうございます。オーディション頑張ってください、ありがとうございます。3位までが4時に進めるので、今5位なのでね、ちょっと張り切って頑張っていきたいと思います。10分ぐらいやってたけど10分って長いな10分長い。300人ぐらい集まったらネモハモ踊ります。踊るんですけど、一旦おとなしでアカペラで踊ってみて、いけそうだったら音楽、カラオケの音源使って踊ってみようかな。えんちゃん、イナピョン頑張れ、ありがとう。これは将来美少女になるかもしれない、ありがとうございます。美少女になれるように頑張ります。スナさんフォローありがとうございます。もしよければコメントもお願いしてきます。みんな来てくれてありがとう。初訪問の方みんなコメントしてくださるととっても嬉しいです。大阪府在住の高校1年生15歳イナピョンコテナです。現在 AKB48 さんのオーディションに参加中で、現在5位で3位までが4次審査に進めるので、もしよければ応援フォローしてくださると嬉しいです。フォローありがとう。レインズメ、レインメーカーさん、リハしてくれるの、リハっていうかおとなしで一旦やってみて、いけそうだったらその後音割りでやろうかな。さっちゃんこんばんは、初見さん来てくださってありがとう。大阪府在住高校1年生15歳のイナピョンコテイナです。現在 AKB48 さんのオーディションに参加中で、現在5位なので、もしよければ応援してくださると嬉しい。はじめまして、 AKB のオーディション頑張ってね、ずっと応援するからね、ありがとう。いつ踊るの、もうちょっと経ったら踊ります。あっけあらきっちゃんさんかな、こんばんは。しの来てくれてありがとう。ゆいよ頑張って、頑張ります。ダーブさんフォローありがとう。初訪問の方もありがとうございます。ただもうちょっと経ったら踊ります、ちょっとごめんなさい。みんなありがとうございます、来てくれてありがとう。自己紹介しとこうかな、初見さんの方に。どんなアイドルが好き、可愛らしくてこだわりが強いアイドルさんが好きです。何か極めてるアイドルさんが好きかな。イナピョン頑張れ、ありがとう。なのでメンバーさんでいくと矢作舞香さんと山内瑞希さんが好きです。初訪問の方ありがとうございます。大阪在住高校1年生15歳のイナピョンコテイナです。現在 AKB48 さんのオーディションに参加中で、現在5位で、3位までが4次審査に進むことができるので応援してくださるととっても嬉しいです。初訪問の方ありがとうございます。間に合った、ヨッポありがとう、ヨッポありがとう。あ、今日ね日向の曲歌います。もうちょっと経ったら踊ります。一旦おとなしでやってみようかな。おとなし音割りでやるとね怖いんですよ、ちょっとみんな来てくれてありがとう。じゃあ踊ろうかな、とりあえず一旦
自己紹介完璧だけどカンペあるの、カンペないよ、前にあるのはウスターソースだけですね。ではちょっと踊りますわ。ちょっとね見えると思うんだけど、心もこれ音ありでやった方がいいかな、音なしでやる予定だったんですけど、どっち、音ありの方がいいと思う？音ありのデメリットは音がずれる可能性があるってとこなんですけど、こんばんは、ダンスできダンス得意なんですよ、頑張れ、ありがとう、初音部の方ありがとう。音ありっていうか、まあ、カラオケの音源となんかタタタタンヘーみたいな言ってあるのどっちがいいと思いますか？あのカラオケの音源だとずれる可能性があるので、ちょっとそこだけ怖いけど、まあ音ありの方が分かりやすいかな。ちょっとどっちがいいと思います？初音部の方ありがとうございます。大阪府在住高校1年生15歳の稲ぴょんごてんなです。現在 AKB48 さんのオーディションに参加中で、現在5位なので、もしよければ応援してくださって嬉しい。もう寝る時間だから早くダンス見たい。音ありが好きかも。じゃあ音ありで、多少ずれても問題ないということなので、音ありでやっていきたいと思います。稲ぴょんに任せるよ。音ありでじゃあかわいいっす、ありがとう。じゃあちょっとこれがね、ちょっとねこうしないと見えないんですよ。じゃあ踊ります。ジークマイヤーさん、初音もありがとうございます。イナビョン頑張れ、ありがとうございます。初見さん、今からネワハムルーム踊るので見てくださるととっても嬉しいです。カラオケの音源なのでちょっとずれてたらそこだけごめんなさい。ネモハモ、あ、ネモハモ出た出た来たか、なんかさ、イヤホンのね調子がおかしいんですよ。あ、いけたかな。ネモハムルーマー踊って歌います。最初だけ歌います。イナビョン頑張れ、ありがとう。人生だ。
ことを褒めてくださる方がいらっしゃいますね、すごい。ありがとう、ありがとう。あ、タンタンさんがミラーボール2個もくれてる。ダブルミラーありがとうございます。照らされました。つまり、あの願いかな。トンカチありがとう。タンタン音符ありがとう。ゴンちゃんも音符ありがとう。つまりも音符ありがとう。ゴンちゃんもミラーボールありがとう。つまりうちはうちはじゃない、付箋ありがとう。おしちゃんも音符ありがとう。リボンさんもハートありがとうございます。イエーイイエーイ。みんな初見さんも来てくれてありがとうございます。なりお星ありがとう。最高ありがとう。初見さんじゃありがとうございます。ダンスが得意で、得意なジャンルはヒップホップなんですけど、ちょっとネモハムルーナ、ネモハムルーナルームはねロックダンスなんですけど、ちょっと頑張りました。初見さんも拍手してくれてありがとうございます。歌原さんありがとう。めっちゃかっこよかった、ありがとう。ありがとうございます。イエーイ。ちょっとね、体力問題がありますけど、初音の方みんなありがとうございます。そしてですね、3位だね、3位になりました。ちょっと3位のお祝いとしてね、ちょっと今までイコールラブさんの曲を歌ってきたことがなかったんですよ。意外と好きなんですけど、なのでちょっとシュケピがあったので、シュケピ歌いたいと思います。うめえな、ありがとう。みくちゃんかわいい、かわいい、ありがとう。ありがとうございます。いいね、聞きたい。シキピの最初のさ、だってでん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 のとかがね、ちょっとやりたいんですよ。シキピみんな知ってると思うんですけど、ちょっと歌いたいと思います。シキピです。みんなのことは好きです。シキピありました。え、シキピだよね。あ、なんかね、イヤホンがね壊れたんですよ、歌いすぎて。呼吸整えて。初音の方、今からシキピを歌います。ちょっと、スチありがとう。だって言っちゃったらもう帰ってこないかもしれないよね。あとちょっと一緒にいよう。量産がたい言わないで、私なりの可愛いをそうずっと極めているんです。キープアウトでしょ、乱されてる。ドライなフルーツ惹かれてる、飲めるとチューム。アイスミルクちゃん、私少しのあなたでぐるぐる色が変わって、好きなの好きなの、シュキシュキシュキピー、染まりたいのはあなただけ。ねえシュキピーシュキピー、二人合わせてアイスラテの出来上がり。わがままじゃないよ、いい子プリンセスで、こっち見て、会いに来て、言えない言いたい、好き。あの子にいいねするの、言えないけれど見ちゃってます。もみ慣れた君の ID、 名前誕生日可愛すぎる、そのモデルちゃん、いつフォローしたの、
こんな人がタイプなの。私だって好きな服好きな色で狙い撃ちしたかったな。好き B 本当は振り回したいよ。はあ、たまらんすぎる純度質問の100%。お姫様として扱ってよダーリー。何してる電話して言えない、言いたいけど思いのは嫌。もしもし今何してる。あー、付き合いだもんね。わかった、好きって言ってくれれば切るのに。お願い聞いてね、もしも私とはに目が覚めずにこのまま眠ってたら、キスより先に優しい言葉をかけて、このままずっと魔法は解かないで、しかばね越えずにずっと見てて。あ、好きなの好きなの好き好き好き、なんでこんなに興味ない。ねえ好きピン好きピン好き好き好きピン、ライト級大ヘビー級。好きなの好きなの好き好き好きピン、もう今日も眠れない。ほら好きピン好きピン好き好き好きピン、気づけば目覚まし始まる。自立シンデレラ、このままじゃ終わりない。何してるどこにいる、電話出てもうダメだよね、これ以上しつこく。いいからうちゃんね。ありがとうございました。しきびみんな、しきびしきびしきび、イコラブさんの曲歌ったことなくて、今日はのりちゃんの日やな。のりちゃんの日。のりちゃんありがとう、えいちゃんありがとう、いっぱいハートくれてる、つばりありがとう、こんちゃんありがとう、おしちゃんもありがとう、のりちゃんがいっぱいハートくださってる、ハートありがとうございます、ありがとうございます。あ、初見さんがたくさんいらっしゃって、大阪府在住の高校1年生15歳のいなぴょんことゆなです。現在 AKB48 さんのオーディションに参加中で、現在3位なので、もしよければ応援してくださるととっても嬉しいです。3週カウント完了、ありがとう。3週カウント、ハートありがとうございます。のりちゃんハートたくさんありがとう、ハートたくさん、ゆなぴょんかわいすぎてキャー。のりちゃんありがとう。初見さんいらっしゃったらコメントしてくださるととっても嬉しいです。フォローもしてくださると嬉しいです。ハートありがとう、のりちゃんいっぱい。特技はダンスで、漫画とアニメが好きです。あと矢井舞香さんと山内美月さんが好きです。のりちゃんがめっちゃハートくれてるんやけど、のりちゃんハートありがとう、のりちゃんハート、のりちゃんハートありがとう、のりちゃんがハートめっちゃくれんねん。高橋康隆さん来てくださってありがとうございます。みんな来てくれてありがとう。大阪府在住の高校1年生15歳のゆなぴょんことゆなです。現在 AKB48 さんのオーディションに参加中で、現在3位なので、もしよければ応援してくださるととっても嬉しいです。コメントみんなしてほしい、コメントみんなしてほしいです。カウントしてくださってるタンタンがカウントありがとう、星投げてくれてる方も星ありがとうございます。もしあの星、あ、え、ハート線ありがとうございます。のりちゃんハート、のりちゃんめっちゃハートありがとう、のりちゃんハートありがとう、ハートビーム、ハートビーム。令和発表会いいですね。そうです、本日の今年の現実のこと、今日に関しての言語はAKB48 18期オーディション参加中のゆなぴょんです。拍手ありがとうございます。禁酒中だけどゆなぴょん推し増やすために明日オタク新年会やるわ。お酒飲んじゃダメだよ、よっぽん。 Twitter の ID にも禁酒中って書いてたでしょ。ヘニョのファンレベルが15に上がりました。ヘニョありがとう。クマ1個よりハート線の方がポイント上がるような、そうなの。のりちゃんありがとう、のりちゃんハートありがとう、のりちゃんのりちゃんハートありがとう、ありがとうございます。のりちゃんありがとうね。初見さんもいっぱい来てくださってて、来てくれてありがとうございます。オーディション参加中のゆなぴょんことゆなです。
特技はダンスで、矢作舞香さんと山内美月さんが好きです。もしよければコメントしてくださるととても嬉しいので、みんな仲良く喋りましょう。ヒッチハイク旅感もある。褒めてますよ。あー、ちょっと東京行きのあの車の方マルイナピョン頑張れ。ありがとう、頑張ります。初音の方がみんな来てくれてるから、初音の方コメントしてくださると嬉しいです。あとはポムさんにお願いします。ヨーポンさんに明日の新年会に誘ってもらったけど、名古屋で仕事行けなくて泣いたのりちゃん詳しい。だって何に詳しいのかな。あ、ハート1000個っていうことか。ありがとうございます。初音の方みんな、ヨーポンさんの新年会にぜひ行ってください。あ、でもお酒は勧めないでください。初音の方みんなありがとう。ダンスが得意です。あと身長150センチの大型です。大阪在住のポンちゃん、こちらありがとう。ポンちゃんこちらありがとう。お酒抜きの新年会、そうお酒はダメですよ。可愛いね。 STU 受けてほしかった。 STU さん受けてないんですね。AKB さんしか受けてなくてみんな来てくれてありがとうございます。じゃあなんか歌おうかな。ちょっとこっちにカンペあるので曲のカンペがあるんですよ。喋る内容は即興なんだけど、曲の名前のカンペがあるんですよ。え、ちょっとね、あれどうですか。あれ、あの NMB さんの恋と愛とその間にはどうですか。おあねさん、こんばんは、来てくれてありがとう。たかっち、こんばんは、いなぴょん。今日も最高に可愛いよ、大好きください。大好き。あ、青メガネさん、フォローありがとう。青メガネさん、ありがとう。もしよければ、コメントしたことないね方いらっしゃったら、もうぜひ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 してほしい。こんばんは、博士となのちゃん。博士さん、来てくださってありがとうございます。主権さん、今から恋と愛とその間には歌います。っていうか、ヨーポン禁酒させるのすげー、褒められたみんなありがとうございます。初音の方、今日はあの曲多めでいきます。あの昨日と今日にかけて、おとといと今日にかけてちょっとね、喋りすぎた感がありましてね、ちょっと今日は曲多めでいかしてもらいましょうかしら。なので恋と愛とその間には、この曲ね、え、恋と愛、あれないのかな、内説出てきた。あ、ありました。初音の方ありがとうございます。恋と愛のその間には歌います。みんな聞いてくれると嬉しいです。ゆめちゃん、ゆめちゃん頑張れ、ありがとう。あ、聞こえました。聞こえます。 NMB さんも好きなんですよ、大阪女美なので。ぷんぷん、こんにちは。ぷんぷん吉野亜紀さんもありがとう。この曲はあの山本美香さんがすごいかっこいい。コピー、この曲好き、ありがとう。50万票完了、ありがとう。可愛すぎるアイドル見つけた、ありがとう。唇をかむそのくせばなんか意味ありげで、どんな言葉言いたっけ、考え込んでしまう。キャッシュすぎて今にでも割れそうなガラスみたい。付き合うことはこんなに気を使う繊細なものなのか。絶対傷つけないようにそっと触れるくらいなら、誰も遠くで眺めてるだけで幸せだ。恋と愛のその間にはいくつ夜が眠るのだろう。同じように見えてはいるけど、その深さが違うんだ。愛してると恋してるでは語る夢が変わってくるよ。君の心の本当の気持ち、僕に教えてほしい。ポンちゃん、ミラーボールいっぱいありがとう。この曲はかっこよくて好きです。 NMB さんかっこいい曲多いんですけど、この曲が出た時は NMB の8期さん
そう、オーディション動画見てたから思い出の曲もう二度と出会わない宝を見つけたら失うこと四六時中想像して怯える。何もないあの頃は怖いものなどなかった。自分の感情に素直になれてもっと自由だった。今の僕たちはどこら辺かな、信じ合っているのかな、どこまで二人近づけば分かり合える。君と僕のその間には見えない川が流れているよ。やむことのない問いかけのようなせせらぎが聞こえるだろう。君にとって僕とはなんだ、僕にとって君とはなんだ。自分なりの答えが出るまで先に進めなくなる。言葉じゃ言い表せない愛しさには段階があるんだ。時をさあ越えて分かり合ったら大切なものが見える。君にとって僕とはなんだ、僕にとって君とはなんだ。暗闇の中かすかな光、あれがずっと探してたもの。恋と愛のその間にはいくつ夜が眠るのだろう。同じように見えてはいるけどその深さが違うんだ。恋してると愛してるでは語る夢が変わってくるよ。心の本当の気持ち僕に教えてほしい。心に流れる川。ありがとうございます。あの NMB さんの曲ね、基本なんか悪気ばっか歌ってたんですけども、やっぱ NMB さんといえばやっぱかっこいい曲の方が多いのかな。かっこいいですよね、この曲。あ、台無しや。ありがとう。去年 NFB の公演でこの曲を何回か聴いて好きになった。私も行きたいな公演。ポモちゃんがねいっぱいミラーボールをくださっていて、タンタンもハートくれてる。もうポモちゃんミラーボール何個くれてるんだろうこれ。あのミラーボールめっちゃありがとうございます。ずっと照らされてて気持ちよく歌いました。A ちゃんもありがとう、ペンライトもありがとう、ポムちゃんも、あ、拍手もくださってるのね、ありがとうございます。ポニちゃんがラブレターくれてる。ラブレターちゃんと読みます。ありがとう、ありがとうございます。イエーイイエーイ。タンタンさんフォローありがとう。フォローちょっとコメントがね。あ、初見さんがいらっしゃいますね。岡山国鉄色さん岡山さんの STU さんのファンの方なのかな。 STU さんいいですね。STU さんでも私あんまり詳しくないので、もしよければね、推しメンの方とかいらっしゃったら嬉しい。感動したわ。感動した、ありがとう、ありがとう、感動してくれて。私も矢作まいかさん好きですよ。いいよね、もいちゃん可愛いですよね。もいちゃん本当に可愛い。あれきりこれきり。でも地味にオーディション中のもいちゃんが一番好きかもしれない。うっちゃんこんばんは、初見さん来てくれてありがとうございます。大阪府在住の高校1年生15歳のイナピョンカテリナです。現在 AKB48 さんのオーディションに参加中で、現在3位までが4次審査に進むことができるので応援してくださると嬉しいです。ハートとかも、ハートじゃないわ、星とかも投げてくれるととっても嬉しいです。いいな、ハートありがとう、ハートありがとうございます。ちょ、さっきね見忘れたんですけど、ネモハモルーマ見落としたっていう方がいらっしゃったのでね、最後にもう一度踊ろうと思ってますので、それまでいてくださるととっても嬉しいです。イナピョン頑張れ。ファンちゃん師匠ありがとう。初見さんみんな、もしよければコメントしてくださるととても嬉しいです。ありがとう。サステナブルは覚えて歌ってほしいな、コール作ったし。おお、じゃあ踊ってみます。あの曲ってね、ダンスどうなんだろう。 STU に一人合格させたのは黒歴史だなんで黒歴史なの。 STU さんね、あの国境が消える歌しか知らないのでね、もしよければ
あのおすすめの曲あれば教えてほしい。見逃してないけどもう一回見たい。なのでもう一回踊りますのでね、それまで一緒に仲良く喋ってくださると嬉しい。マキさんはじめまして、来てくださってありがとうございます。大阪府在住高校1年生15歳ユナピョンことゆなです。現在 AKB48 さんのオーディションに参加中なので、もしよければ応援してくださるととっても嬉しいです。おー、あー発音の方皆様コメントコメントコメントをお待ちしてますよ。コメントみんなちょっとあーってなってる。ちょっと綺麗可愛いコメントをちょっと初見さんくださいな。お、視聴者さんが1000人超えた。今30分で1000人超えてるから、ね、1時間で2000人超えれたら嬉しいな。誕生日で同じです。お、2月5日ゲオの 5% 割引。なんて書いてんの、キヨキヨシー。カノンさんキヨキヨシーだって。レイレイシーかな。ありがとうございます。褒められてるかなこれ。ありがとう初見さん、こんにちは。大阪在住高校1年生15歳のゆなぴょんことゆなです。現在 AKB48 さんのオーディションに参加中で、現在3位なので応援してくださるととっても嬉しいです。ゆなぴょんちゃん応援する推しになりますよ。ありがとう、推しにしてください。みんなみんな推しにしてくださいありがとうございます。初音の方もありがとうございます。初音の方コメントやいいねお待ちしております。じゃん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 。今回はめっちゃ可愛いから余裕でいける。え、ゆなぴょんが可愛い。ありがとうございます。ちょっと曲のねカンペを見まして、で今日のあのもうおしやで、ありがとう。あの今日のスケジュールといたしましては、あと1曲、ずっとずっとや摩天楼の距離は聞いてるよ。今めっちゃ聞いてます。ずっと聞いてるの。あのずっとずっとと摩天楼の距離ととかの重力シンパシーとか、あとファーストラビットとかも今めっちゃ耳に入れて、ちゃんとちゃんとちょっとね音程のズレを最小限にできるように頑張ってるので、みんな待っといて。誕生日同じだから応援します。ありがとう。2月5日友達ですね。ありがとう。マキさんかな、マキさんありがとう。これもなんかの縁だと思いますので。えなぴょん、なんで17期ダメだったのか本当に分かんない。何なんだろうね。でも1個私があるとすれば、14歳の時だったのがオーディションを受けたのが、その時にね、あれなんですよ、身長が低かったのと、ちょっとね勢いだけでバーって言ってたんですよそこかなと思ってるんですよね。まだ中学生だったし、オーディションにね落ちたこととかもなかったので、なんか本当にもう勢いだけでどうにかなると思ってたから、もうね勢いでねバーって走っててね、なんかそこが良かったのかもしれないし、そこがダメだったのかもしれないけどってとこですね。なので今回は18期には17期で落ちてね、もう一回ねもう悔しい思いもしてるし、高校生になって大人にもなったの、大人っていうかちょっと成長したから、ちょっと再リベンジって感じですね。みやちさんこんにちは。私は山内みずきちゃん好きだよ。おう、ズッキ推しですか。ぬし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 。初めてのオーディションだったんだね。そうなんですよ、オーディションを受けたことがなくてね、本当に初めてだったんですよね。多分大阪からの中学生だからやろ。そこか。まあ高校生になったしね、ちょっと髪の毛も伸びたし、ちょっと痩せたし、身長は相変わらずなんですけどじゃあ今からスケジュールといたしましては、このあとメロンジュース歌って、 HKT さんのメロンジュース歌って、その後にネモハももう一回踊りたいと思います。なのでちょっとネモハも踊るのでね、ちょっとアピールダンスは得意なので、ちょっと歌はちょっとねなんですけど、ダンスは得意なのでちょっとダンス踊るまで見てくれたら嬉しいんです。運営も JK になると思ってたと思う。本当かな。じゃあ JK になりましたって行くわ。叫ぶしさんフォローありがとうございます。2回目の訪問の方もありがとうございます。今から歌って踊ります。歌った後にちょっと歌って踊ります。メロンジュース Twitter で告知するね。ありがとう。お、ダンス楽しみ。ルームはねちょっと練習したので、ロックダンス苦手なんですけど、やっぱ横山由依ちゃん、横由依かっこよかったな。ずっと横山由依さんと本田仁美さんを見て覚えたんですけど、ネモハモルーマーはやっぱり本田仁美さんはダンスが綺麗なんですよ。体幹がすごいあるので、ある意味覚えやすいダンス覚えやすいんですよ。ただ
で、ね、あの横山由依さんはなんていうんだろうな、すごいもうオーラが漂ってて、なんかダンスっていうよりも一つのパフォーマンスみたいな、なんていうんだろう、ダンスなんだけどなんか一つのショーを見てるみたいな感覚になりますね。で、そう、本田仁美さんはもう手とかが綺麗、本当にこんばんは、こんばんは、来てくれてありがとう。今からメロンジュースを歌った後にネモホモルーマーを踊ります。え、メロンジュースない？あったり、ありました、ありました、ありました。説明分かりやすい、本当にありがとう。じゃあ今からメロンジュース歌います。あ、あ、聞こえますね。フォローありがとう。フォローしてくださるととても嬉しいです。500人いけたい。あなたに、え、メロンジュース、え、ちょっと怖かった。今何が起こったのか分かんない。僕はジャッキーの大好きです。この曲難しいのかもしれない。あなたにあげたいメロンジュース、怖いな。ちょっと頑張りますので聴いてください。チームメイトの、そうです、走る電車連結のあたりで、前の車両ずっとチラ見してた。釣り革捕まるあなたの右腕、昨日より日に焼けて太陽近づいた。だからメロンジュース、ちょっと大人ジュース、恋は汗をかくもの、夏はメロンジュース、それは夢の図、願いすべて絞って、あなたにあげたいメロンジュース。こんなそばで憧れている、女子がいるといつか気づいてよね。ガタガタゴトンとハートは揺れてる、いくつ駅を過ぎたら何かが起こるかな。愛はメロンジュースだけの切ないジュース、一目合えば満足、一人メロンジュース、たまに涙ジュース、私片思い中、青春 100% メロンジュース、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 大好きメロンジュース。通学路の出会い、愛しさが詰め寄る胸の奥の感じず、にしよう。だからメロンジュース、ちょっと大人ジュース、恋は汗をかくもの、夏はメロンジュース、それは夢のジュース、思い詰めてしまって、愛はメロンジュースだけど切ないジュース、目覚め合えば満足、一人メロンジュース、たまに涙ジュース、私片思い中、あなたにあげたいメロンジュース、あなたにあげたいメロンジュース、あなたにあげたいメロンジュース、ありがとう。メロンジュース、メロンジュース、大好きメロンジュース。この曲ね、なんだっけ、あの東京ドームかな、AKB48 さんの東京ドームの、東京ドームの 2days かな、なんかの3days か、 3days の 2days 目、2日目で確かね踊ってた気がするんですけど、合ってますかしら。元 HKT の浅中美穂さんと安井千尋ちゃんが好きです。おお、私あんまり詳しくないから教えてくれたら嬉しい。音符ありがとう、ゆいなちゃん。メロンジュース、たぶんちゃん、ありがとう。ひろちゃん、あれなんだっけこれ、ペンライトありがとうございます。それではね、みんなお待ちかね、みんなお待ちかねだと思っている、ネモハモルーマをね踊りたいと思います。友永って読む、あ、そうなの、友永、
友永何ちゃんだろうこれ、友永美桜ちゃんかな。おー、ちょっと初めて知った。美桜さん元ってことはもう今はいらっしゃる、何期生の方だろう。ちょっと後で調べます。青春時計練習したらオタクつきそう。あれ NGT さんの曲かな、ネモハマクルメロンジュースのセット。そうなの、調べますね。ちょっとみんな調べる。あと STU さんもちょっと調べるから。じゃあちょっとネモハマ踊ります。ネモハマなんですけど、ちょっとサビしか踊れないので、サビ前までは歌います。青春時計はあかん。メルミオ懐かしい。初訪問の方ありがとうございます。今からネモハマルーマーを踊りますので、もしよければ見てってください。フォローもお待ちしておりますので、じゃあ行きますね。あ、いけたいけた。Hey, what's up? なし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 。 Hey, what's up? カラモレゾーイオーナ。 Hey, what's up? なし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 。 Hey, what's up? キザビタミオーナ。 ちょっと会っていないうちに見違えるくらい、ルージュが似合う女と呼ばれてたなんて。だってあの頃はまだここにいてるにシュッシュ、声なんかかける気になれずに素通りしてた。時はあっという間に過ぎ去り、夢もゆっしながらいつも走ってた。髪の色も変わっていくつ恋をしたの。ダンスフロアすれ違った時にいい匂いがした。ここに来るまでに何があったのか、大人になるってそういうことだって思う。ハッとする、へいくらいに、へい君だ。そんなルマルマルマを光るルマ、それもどれもこれも生々しいキスマークが君の人生だ。だからルマルマルマを泣けばルマ、僕が引き受ける。いつかきっとこのくらいの未来も過去もネモハマルーマー。そうですか、ゆめちゃんありがとう。あきおめ、こもわんさん、あきおめありがとうございます。やるさん、初音もありがとうございます。大阪在住高校1年生15歳のひなぴょんかてぃなです。君のルマルマルマを描けたルマ、嘘だと言ってよ。夜明けまで見つめ合えば信じられるかな。恋のルマルマルマオルマハイザー、ただの噂だろう。分かっていても気になるんだ、好きになったらルハモルマ。 Hey what's up? なし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 。 Hey what's up? カモンビッドウィオーナー。 Hey what's up? なしなし
Dance all night long。 みんなありがとうございます。ちょっとお水。ぬしぬし。あ、みんなかっこいいよ。元旦様ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。コムワンさん、興味いっぱいありがとう。ツバリンさん、ハートありがとう。タンタン音符ありがとう。トラさん、スシさんか。スイさん、お興味ありがとう。スイさん、エイちゃんも音符ありがとう。フォムちゃんもありがとう。みんな、ありがとうございますよ。ありがとうございますです。みんな、ありがとうございます。チケンさん、すごくよかったよ。ありがとうございます。可愛くて、若くて、ダンスも上手いなんて最強や。最強をもらいました。ありがとう。めちゃくちゃかっこよかったよ。ありがとう。ありがとうございます。みんなありがとう。ダンス見てくれてありがとうございました。もしね、ダンス見てね、あのちょっとでも気になったよって方がいらっしゃいましたらね、フォローとコメントと待ってます。ありがとう。初見です。ななみんさん、初見さん来てくれてありがとう。大阪府在住高校1年生15歳のイナピョンコティナです。現在 AKB48 さんのオーディションに参加中で、もしよければ応援してくださると嬉しいです。ダンスと歌と喋るのが特技で、アニメと漫画が得意で、好きです。あと150センチの大型です。ななみんさん、フォローありがとう。ひろしのファンレベルが7に上がりました。ひろしちゃん、やったー。いちご食べ放題が2度目の訪問。もう私もいちご食べ放題行きたいな。いちご食べ放題に行きたいですね。チャキンさん、いや2度目の訪問でね、またあんまり喋ったことがないよってきた、あのコメントお待ちしております。東京リベンジャーズの第2期が始まったけど見た？え、見てない。始まったの？東京リベンジャーズの第2期、可愛すぎてファンになりました。いつから？それ、いつから？発音の方ありがとうございます。 Y さんが発音も、おお、 Y つながり。ポン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 さんが2度目の訪問ありがとう。たけさん、こんばんは、来てくださってありがとうございます。大阪府在住高校1年生15歳のひなぴょんこてんなんです。ダンスはいつから習ってるの？あの詳しく言うと5歳から10歳、11歳まで普通のダンスを習ってて、12歳から14歳までミュージカルを習ってて、15歳から今ダンスをやってます。だから2年ぐらい空白ありますね。ちょっとまいさんがフォローしました。フォローありがとう。なので得意なジャンルは、あの結構ね、ミュージカルとかのね、コンテンポラリーの方が得意かな。ヘニョがいっぱいハート、ありがとう。ヘニョハート、ハントありがとう。ミュージカルもできるの、歌えないんですよ。ミュージカルは習ってたんだけど歌えないのよ。みんなも気づいてると思うけど歌苦手なのよ。でも踊ることと演技することは好きだったから、歌がなかったミュージカル続けたかったですね。ピロピロさん、フォローありがとうございます。あと10分ですね。今日来てくださった方、本当にありがとうございます。でこれちょっと見せ忘れてたんですけど、こちらのこんな感じで、なんて、あの応援してくださってる方貼ってます。じゃん。矢作舞香ちゃんもちょっぴり応援してましたよ。のりちゃんも矢作舞香ちゃん好きだったのかな。好きなのかな。舞香ちゃんいいよね。演技もできるんですが、演技できないっしょ。演技あ、待って待って、やばい。あいちゃん、あ、あいちゃん来てくれてありがとう。ありがとうございます。いっちゃん、あきおめありがとう。あきおめありがとうございます。コンピラごぼうにしたかどうか後悔してる。そう、コンピラごぼうで設定してるので。たけさん、フォローありがとう。いなぴょんのダンス魅力的だからダンス配信した方がいい。ありがとう。のりちゃんはサイコさんやで。のりちゃん、あ、そうなの。もえちゃんもいいですね。私ももえちゃん好きです。ミュージカルだとズッキーがライオンキングと、あれかな、子役時代のあれかな、知ってます。2度目の訪問の方ありがとう。あい、覚えててくれてありがとう。久しぶり。あいちゃん頑張って。青春、私ちょっと詳しくないけど頑張ってね。遊びに来てよ。ありがとう。まるちゃん、どうしたらそのハートの中に書いてもらうの？ハートの簡単、ゆうやちゃんも追加しとくね。ちょっともね、もうね、あの跳ねるところがね、ちょっとやばくてね、ちょっと下に、あのいるんですけども、
どうもみんなありがとうございます。イナピョン頑張れ。ユシちゃん、チキンさんありがとうございます。大阪府在住の高校1年生15歳のイナピョンことイナです。現在 AKB48 さんのオーディションに参加中で、現在3位なので、3位までが決勝じゃない4次審査に進めるので応援してくださると嬉しいです。イナピョンは何色が好き？ピンクが好き。こんばんは。こんばんは。マロさん、星ありがとう。私は小栗ゆいちゃんと坂口レッサさんと倉野なるみちゃんを押してますよ。おー、倉野なるみちゃんはネモハモの時見た。てるてるくん、こんばんは。チキンさん来てくださってありがとうございます。追加してくれるのありがとう。もう踊り終わっちゃいました。踊り終わっちゃった。また来てくれて嬉しい。トナカ、トナカのタクシーいますよ。トナカイちゃん、どこだっけな、どこだっけ、トナカイちゃん、どこ、トナカイちゃん、トナカイちゃんいます。こんばんは。こんばんは、来てくれてありがとう。イナちゃんもファイト、ありがとう、頑張ってね。ユナピョンを知ってる笑う、ユナピョン知ってる笑うといくおかえりとかありがとう。こんばんは。ワンデジさん、こんばんは。フォローありがとうございます。フォローありがとう。もしよければコメントしてくれると嬉しいです。おっくん、こんばんは。こんばんは。ネモハもね、2回踊りましたありがとう。イナピョン頑張れ。マルちゃん来てくれてありがとう。ネモハも踊ってたのに来てくれてありがとうございます。ユナピョンは、ユナピョンは浮気とか許せますか？浮気は絶対許せないですね。浮気は絶対に許さないですアイちゃんフォローありがとう。アイちゃんありがとう。アイちゃん頑張ってね。ちょっとだけ踊ってもらうこととかできないですか？あ、いいよ、ちょっとだけ踊りますね。じゃああと2分だけど、あの踊り終わったらじゃあ 音っていうか、もうその後壇上読み上げますわ。かゆかゆシェイ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 。フォロワー500人おめでとう。フォロワー500人いったのかな。どこからか浮気、目合わせたら浮気です。500人いったらしいので500人ネモハも踊りますじゃあネモハモルンマね、踊ります。モンで悲しみ、モンでも見てね。あれ流れたかな。あ、ちょっとね、このあれ、このね、あれ、こう基準が厳しかった。厳しいです。そこは家なの、お家ですよ。ネモハモなんかね、イヤホンがね壊れたんですよ。パパイヤホン買って、え、パパイヤホン買ってください。あ、いけました、いけました。目合わせたら厳しい、厳しい、普通じゃない。もうでちょっと踊りますわ。よいしょ。毎日ラッキーズッキーさん、フォローありがとうございます。ここかな。あ、いった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 。 Hey, what's up? ナシ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 。 Hey, what's up?間違えるくらいルージュが似合う女と呼ばれてたなんて。だってあの頃はまだポニーテールにシュッシュ、恋なんかかける気になれずに素通りしてた。時はあっという間に過ぎ去り、夢も現実も同じ。思います。13位の方がトリちゃん、13、トリちゃんありがとう。10位のコンピありがとう。10位のゴッチャありがとう。10位のヘニョありがとう。10位のコムワンさんありがとう。8位のイッチャありがとう。7位のシスさんありがとう。6位のツマニーありがとう。5位のプニーありがとう。4位のタンタンありがとう。3位のイッチャありがとう。2位のナビちゃんありがとう。そして1位の
ファムちゃん、ありがとうございます。大人になるってそういうことだって思う。ハッとする、へいくらいに、へい君いて元気だ。そんなルールはルマオピカラルマ、それもどれもこれも生々しいクズマークが君の人生だ。だからルマルマルマオピカラルマ、僕が引き受ける。いつかきっと届くだろう、未来も過去も夜ハンボルマ。明日も朝7時30分からです。明日の朝は7時30分からです。まるちゃん、たくさんハートありがとう。たったん音符いっぱいありがとう。そばにも音符ありがとうございます。いっちゃんもありがとう。そんな感じかしかしらね。君のルマルマルマを花だるま、嘘だと言ってよ。夜明けまで見つめ合えば信じられるかな。恋のルマルマルマをアブハイザ、ただの噂だろう。分かっていても気になるんだ、好きになっただ。でもハンボル、明日のスケジュールは今日と同じです。7時半から8時と17時から17時半、そして20時から21時の1時間です。スケジュールまた後で予約するので、そっちも見てくれたら嬉しい。あとフォローまだだよっていう方がいらっしゃったらね、フォローありがとうございます。フォローお願いします。フォローお願いします。あとあれですよ、あれですよ、あれの500人今日フォロワー行くのが実はね、私の目標だったので嬉しいです。6時40分星投げします。6時40分、7時半からです。6時半って言ってたかな。7時半から8時と、17時から17時半と20時から21時です。今日はみんなありがとうございました。初見さんもいらっしゃいましてありがとう。ゆなぴょんと呼び捨てデビューしてから、そうです、なんで考えてるんですよ、キャッチフレーズを。今日応援してくださった方も、来てくださった方も本当にありがとうございました。もし初見さんでね、ちょっとでも気になったって方がいらっしゃいましたら、フォローお待ちしております。明日は7時半からします。では今日はみんなありがとうございました。あと1本ありがとう。じゃあね、もし今日は1600人もの方が見にくれたみたい、ありがとう。可愛すぎた、ゆなぴょん頑張ります。みんな来てくれてありがとう。バイバーイ。あ、まるちゃん、タコありがとう。まるちゃん、タコありがとう。ありがとう。ありがとう、タコちゃん。タコになって寝ます。みんなありがとうございました。それでは。